はい、皆さんこんにちは、ジェントル山本です。それでは初心者用練習フレーズの丸4番、基礎練習ね、徹底強化企画、その4でございます。この練習フレーズ4番ともなると、大体僕のね、練習フレーズのこうなんかこう癖というかコンセプトがそろそろ分かってくるんじゃないかなと思うんですけど、とにかくシンプルなフレーズを、100回以上練習して、自分のものにする。息はしっかりと入れる。運指は明確に動かす。こういったことをね、実践していただきたいなというふうに思って、初心者用練習フレーズを作りました。実際にね、例えばね、ラクールとかマルセルミュールとかクローゼとかね、サックス用の、なんていうんですかね、エチュード、そういったものをね、やっていただくと、手っ取り早く上手になるんですけど、いかんせんね、譜面の難易度はね、僕が作ったこれよりはね、かなり高めに設定されてるんですよ。まあ、エチュードだから当たり前なんですけども、まあ、そういうものに比べてかなりシンプルに作ってあります。そして、4小節で、ちゃんと、こう、完結するように作ってありますので、1回1回、こう、自分がちゃんとできていたのか、ポイントを抑えられているのか、それが今回の、初心者向け、基礎練習徹底強化の企画の味噌になっておりますので、ぜひ皆様、頑張って100回練習してくださいね。では今回はですね、初心者用練習フレーズ丸4番ということで、休符がたくさん出てくるフレーズになっております。それから8分音符もちょいちょい出てくるようになっておりますので、この休符、四部休符を、ただお休みするのではなく、もうリズムの中で1、2、うん、1、2、3、うんっていう風にこう積極的にうんとかね、歌っていく、心の中でね歌うっていうのは大事なんですよ。もう自分のメロディーにするっていうね。では行ってみましょう。今回もメトロノームを使って、テンポ90に設定していきます。ポイントはやはり四部休符でうんと歌うというところになりますので、よーく聞いててくださいね。1、2、1、2、3。感じになります。まあそんなにね、4番、この休符以外は普通でしょということでね、1、2、うん、たーっていう風にね、こう積極的に休符を歌う。まあそうするとね、こう音の切りっていう部分も大事なんですよね。パーうんパーラーパーラッパーラッ、結構こういうのははっきりと歌わなければなかなか休符をうんっていう風には表現できないと思いますので、これをね、ちゃんと気をつけて、そしてこの指使いとかね、運指が次は何の音で、あそっかそっかっていう風にやってたら間に合わないですから、そこはしっかりと、こう楽器を手にする前にシーウンドレウンミレウン
ドシー、なるほど、なるほど、と。こうやって、こう、ソルフェージュの練習としてね、こう、確認をしてから楽器を手にするっていう部分になります。ということでね、まあ、初心者用練習フレーズの4番はね、比較的素直な指使いなので、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思いますので、この休符に集中して、歯切れよく、そして息はしっかりと入れるときは入れ、止めるときは止める。これをね、やっていきましょう。何か質問などある場合はね、LINE アットとか、Twitter とかね、まあ、メール送っていただいてもいいですし、コメント書いていただいても構いませんので、お気軽にお願いいたします。リアルのレッスンも募集しておりますので、ぜひお問い合わせは説明欄よりお願いいたします。いいねと思ったらグッドボタンお願いします。それではまた。